ホロリナン、ホロリナン放送にかかるついでに、ずっとうまくいってた産業の妻でも、おる、福は食い続けるパイコ。プロデューサー、プロデューサーがいて、福は長く食い続けるパイコ。自覚もなく食い。それが地点とね、化粧というか、それも一つの安心ねっていうのがね。個人事業にとってもずっとうまくいった産業でずっと解雇みたいに食わくいつずっと失敗することも気がつかないのね。産業全体で立ち見みたいにとこの後負けることもないけど、でもそんな当時期幼業でそんなことに負けるか、みんな食器使おうのやったんか、まあ、いつかまた復活するよな幼業やな当時期やな。一番理想的な食器やな。もう仕事やったらまた最初には復活すんねんからね。それよりもその職人たちはもうちょっと遊びなさいよかってね。遊んだ羽地そんなしゃあないよ、笑ってあげるから、ね、遊びに来たらええねん、どうせ暇やねんから。軽トラ乗って仕事あるふりせんでええねんね。今こそ遊んだらええねん、あほいな私の職人だもん。だから加藤は加藤笑われんねん。